はい、皆さんチェーズ。お、今回もご登場ありがとうございます。うぎゅ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 ぎはい、というわけでね、今回ゴッドレイヤーシステムの、3-on-3 バトルブースターセットということで、今回こちらの方を開封していきたいと思います。はい、まずはマッドミノボロスですね。中のディスクがね、紫色で僕はすごく好きです。超かっこいい。うん、おてかってやばくない？これ、このかっこよさよ。やべえ、マジやべえ。ほいそしてガーディアンケルベルス。ガーディアンいいんだってことですね。うんうん。そしてこの金のね、ほら見えない。これはどうしようかな、どこにつけようかな。これヘビーだっけ？うん俺意外と覚えてる。そしてこのゼウス、なんかやたらでかい、やたら。ちょっと大丈夫で、あとメタルボールが4つ入ってたんだっけ、確かうろ覚えなんだけど、がっちり覚えてない。どっちか、何なんだろう。そんなね、大きさはね、多分変わってるよね。どう考えても俺ゼウスがやたらでかく思えるんだよね。まあ、ちょっとじゃあ早速回してみましょうか。やってみましょう。そして今回は初代ゼウスも登場です。大きさを比較してみましょう。こんな感じ。まあ一目瞭然ですね。明らかにこっちの方がでかい、うん、でかすぎて半端ない。もうこの大きさの差ですよ。それでは早速、じゃあ俺こっち使うんで、いや、デフォです。もちろんデフォです。さあやってみましょう。手加減をしないで。いきます。なんかくっついてきたな。3、2、1、ゴーシュ。まあまあ、こんな時もあるって。ウォーミングアップさ。どっかにミッキーがある。名前出すな、怒られるから。3、2、1、ゴーシュ。おー、最初のタッチやばい。でかさがもう全然バリバリ違う。おーおー、なんかめっちゃ金って感じするね。おー、長く回った。スピンフィニッシュで1点、しかも3-6。ワンノック。おー、いいね。ちなみに3点ポイントマッチです。そっちが今1点です。大丈夫ですか？何が起きた？何が？大丈夫？ロック外れてない？大丈夫だね。OK？ あ、困った。うん？返してみ？いや。なぜはめれなかったんでしょう？わからん。3、2、1、ゴーシュ！まだ間に合う、まだ間に合う、まだ間に合う、まだ助かる、まだガスかる。あ、なんかそっち集中力弱くね？うん。失敗した？うん、ガッていった。こっちやないと無理だ。いや、そっちの方が目立てない、ちゃんとできない。じゃあね、ごめんなさい、それぶっ壊れてる。うん、壊さんといてね。あ、じゃあガリガリすると壊れるからね。うん、3、2、1、ゴーシュ。おおおおおお、まだ生きてるか。お、まだ生きてるか。終わった。やめたまえ。3-0で、こいつなんて名前だっけ。ギャラクシーゼウス。おい、やっぱりちゃっかり覚えてるな。うん、はい、てなわけで、やっぱりね、新型ということもあってね、デフォルトのゼウスじゃ太刀打ちできませんでした。この強さは素晴らしいし、かっこよさも素晴らしい。ただ通力外れてましたけれども、大きさ、強さ、迫
迫力すべてにおいてこいつねトップクラスかと思いますのでね、よかったら皆さんこちらをお買い上げいただいて自分でカスタマイズすると多分最強になるんじゃないかなと思いますので、よければどうぞ。